Konnichiwa minasan, it's Zu! Today we're watching Season 1 Episode 6 of Classroom of the Elite. If you'd like to support me for early uncut exclusive reactions, be sure to check out Patreon. And if you'd like early YouTube videos, check out YouTube membership. If you wanna be my fan, the link will be down in the description. Hey guys, without further ado, let's get into the video. Let's go! だから私は偽りの仮面で、oh, a mask. 自分を隠した。ナイスボディ。私は一人で大丈夫。おお。Who is this creeper? Fan mails? They found her. Uh-oh. She's in danger. Sudo を罠にかけるには絶好の場所ってわけか。審議を延長させることができた。あと一つ、決め手となる何かが見つかれば。そういえば、ここにはないんだな。え？監視カメラ。そうね。そもそもそんなものがあれば最初から問題にはなっていないわけだし。Why are there no cameras here? どうした？音があるの。So weird, right? In such a good school, there are no cameras? Security cameras everywhere? さくら。はい。おはよう。別に今日は桜が証言するわけじゃないし、気負う必要はないんじゃないか。須藤やクラスのみんなが救われる可能性が出てきたのは桜のおかげだな。だからもし困ったことがあったら、その時は力になる。おお、ありがとう。俺だけじゃない。堀北も櫛田も須藤もクラスのみんなだって信じてるはずだ。言うことじゃないかもしれないけど。Who's messaging? クシダ。悪いな、さくら。その話は後でゆっくり聞かせてくれないか。うん。んなのあるわけないだろかな。やめろ。Who is this? なんでお前はここにいる？ Oh. 櫛田は来ないぞ。あ？俺が櫛田に頼んで嘘のメールをさせたんだ。What is he planning? こうでもしないと。お前ら。それが真実だ。それ相応の報いをおとなしく受けろ。じゃあな。いいのかしら。あ？もしもあなたたちがここを離れたら、一生後悔することになるわよ。だからなんだよ。カメラ。どうしたの？そんなに動揺して。監視カメラ。この特別って当然でしょ。おお。なんで？More cameras。待てよ。もし監視カメラに映像が残ってるんだとしたら。お前らは何もしなくても無実を証明できるんじゃないのか。わざわざ俺たちに教えなくてもいいはずだ。須藤はお前たちを殴った。その事実は変えられない。じゃあお前らだってカメラの映像は困るんじゃねえのか。もちろん須藤も処罰されるが、お前たち3人は退学だろうな。悪質な嘘で学校中を巻き込んだんだ。
そうなって当然だろ。じゃあ、どうして学校は何も言ってこないんだよ。学校側は試してるんだ。俺たちが昨日の話し合いを思い返せば、すべて見抜かれていたと思わないか。いやだ、大学なんて。あ、一度だけ嘘だったって言いに行こうぜ。俺たちから言えば学校も許してくれるかもしんねえぜ。どうすんだよ、石崎。黙ってろ。結論を出すのは早いんじゃないか。まだ C クラスも D クラス。あなたたちが訴えを取り下げれば、この事件は存在しなくなるわ。おー、スマート。存在しない事件を誰も裁くことはできない。俺たちが口裏を合わせれば、学校側もそれ以上追及はできない。お、ジーニアスアイディア。ちょっと待ってくれ。一本電話をさせてくれ。暴力。振るってみる。おお。The camera is watching. くそ。石崎。俺たちの負けだ。堀北の提案を受け入れよう。だ、分かった。取り下げる。They did it! What a good outcome! Not bad. Didn't even think of that. The stalker! Stalker!させてくれ。目には目を、嘘には嘘をか。参ったな。 D クラスに君みたいな子がいるなんて完璧計算外だよ。この計画を考えたのは堀北だ。What's happening? さくら、 She's asking for help。 あ、あゆのこうじくん。 Oh no!Who's the stalker? Shh. Is it the camera, dude? 手紙読んでくれ。It's the camera, dude. 僕の気持ちは伝わってるよね。ねえ、どうして僕のことを避けるのかな。Oh no. 僕は君のことが大切なんだ。君も分かってるよね。助けて。Come on! Oh! Oh my god! You disgusting! いいかい？どうして？どうしてそんな目で僕を見るの？いやそんな目で僕を見るな！いやいやいや Why would she come to such a place? 教えてあげるよ。そうすればしずくちゃんも家電量販店の店員が女子高生に乱暴。明日はテレビで一躍有名人だな。違う、これは何が違うんだ。ついとはいえ未成年に手を出したんだ。あんたは刑事告発されて職を失い、マスコミがあんたの実家まで押し寄せるだろうな。ナイス。あんた人生終わったな。They even got police! Wow! Oh, it's crazy! Crazy stalker!Disgusting. 嘘だ。嘘つきだ。ブース。このブース。いいよ、このブース。お前のことなんて好きでもなんでもないからな。分かってるのか。この
もういいでしょ。Oh, he's mentally ill. Get out of my sight, you disgusting! あとは一ノ瀬がうまくやってくれるだろう。おかげでここがわかった。Oh. You have a GPS on your friends. Nice. 私全然ダメだね。結局一人じゃ何もできなかった。アイドルもいろいろ大変なんだな。アイドル。でも、ごめんね。ずっと黙ってて。別に謝ることじゃない。だけどこれ。ああ。ありがとう。ナイスセーブ。プリンス、マイナイト。ヘロコージ君は私のこと変な目で見ないんだね。変な目。うん。プリンスチャーミング。何でしょうか、こんなところに呼び出して。担当直入に聞こう。どんな手を使った。何のことでしょうか。ごまかすな。もう変えよう。 C クラスを退けた作戦、誰が考えた。どうしてそんなことが気になるんですか。おお。お前が A クラスに上がろうと思っているのなら、一つだけアドバイスをしてやろう。今のうちに。審議はどうだった。何が何だか分かんねえけど、 C クラスの奴らが急に訴えを取り下げたんだ。そっか、よかったな。あ、堀北が何とかしてくれたんだよな。ラッキーガイ。すげえよな、堀北って。なんじゃ、俺部活行ってくるわ。どういうから表に出さないと思う。それは D クラスはこの学校の言葉を借りるなら、不良品の要素を持った人間たちが集まる場所だ。 D for defective。 これは私個人の見解だが、D科の工事だ。Why? おしでにより訴えを取り下げることを認めた。おお。そうですか。不思議なこともあるもんですね。これがお前の言ったさくらが嘘つきではないと証明する方法か。見事だ。見事だ。あんたの妹がしたことだ。俺は何もしてない。泣いていたな。はい。She's gonna recruit him! お前が望むなら初期の席を譲ってやる。会長、本気ですか？不服か。おぉ。いえ、会長がそうおっしゃるなら、私に依存はありません。綾野浩二、生徒会に入れ。He's recruiting him! 断る。俺は面倒事が嫌いなんだ。それでいい。綾野浩二。私を失望させてくれるなよ。おお。He knows his potential. The student council president knows that Anno Koji is an amazing dude. 俺の許可なか。訴えを取り下げて。Punishment. Boss's order. Don't hate me. テルヘルを脱落させたと、これぐらいの痛みは当然だよな。おおー。お前らをはめた奴の名前を教えろ。Are they gonna say Horikita and Ayano Koji's names? Are they gonna start the fight? さくらいいか。あなたは確か C クラスの入学早々女王さん。 D クラスは俺が潰す。次は B、 最後に A クラス、お前を潰す。おお。あなたにできるでしょうか。ビッグドリームス。王は一人で十分だ。そうですね。作戦がうまくいってよかったな。
あなた、私を利用したでしょ。何のことだ。特別と。それは考えすぎだ。約束したわよね。A クラスに上がるために協力するって。ほぼ強制的にだけどな。Giving her all the credit. まだ話は終わってないわ。あなたが何を考えているのか知りたいの。平穏な日々を送りたい。あなたは友達のことなんて考えてないわ。あなた、一体何者なの？ What is your secret? What is this? Was it like a human testing? What? A クラスに上がるための手助けはする。ただ俺の詮索はするな。Those eyes. Guys, what was that ending of him when he was a kid? Was he like some lab rat guinea pig for some human testing on children to make them smarter or something? Maybe for superpowers? I don't know. But yeah, it seems like he was like a human test subject.Right? And maybe there was one of the kids that was like having an asthma attack. So I'm sure it was like some children testing thing. And not everyone survives from it. Maybe he's one of the defective human, one of the defective children out of the tests.That's why he's in D class, but what a pass! Hopefully they'll explain more about that. What, that was a tease though. Wait, I want to know more about his pass, about whether he's a human test or not, and how did he end up in D class, and why does he want to be in D class? Because he made it, he deliberately became a D class student, right? Right.Based off his exams, he got like exactly 50 marks for everything. That's insane. Why would you want that? Unless he's hiding his true potential for some really important reason. We'll see. So yeah, guys, it's the end of the video. Like and subscribe if you liked it. Check out my Patreon if you want to support me for early uncut episode reactions or unedited openings and endings. And YouTube membership for early YouTube videos.If you want to be my fan, the link will be down in the description. Yeah, guys, thank you so much to everyone who is supporting me. And special shout out to M. Dunn for being a special patron. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And I will see you guys in the next one. Bye.